今回は伊達市柳川総合支所に来ております。本日お話をお伺いするのは伊達市観光物産交流協会の佐藤里子さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、はい、伊達市ではレンタサイクルができるなんてお伺いしたんですけども、はい、どうですか？はい、今年の8月の7日から、レンタサイクルの貸し出しがスタートしました。そうだったんですね。どうしてこのレンタサイクルの事業が始まったのですか？はい、伊達市へいらっしゃる方々にもっと市内周遊を楽しんでいただきたいという思いで、スタートいたしました。またコロナ禍ということで、アウトドアや、屋外レジャーをアクティブに楽しむ方大変増えてますので、多くの方にご利用いただいて伊達市の魅力を満喫していただきたいなという思いでスタートしました。そうだったんですね。はい、ちなみにこのレンタサイクルの貸し出しはどこで貸し出しがされているんですか？はい、こちらの、柳川総合支所の、2階オープンスペースヤナピアに、貸し出し窓口があります。あとは伊達市の霊山町の、道の駅伊達の里霊山内にあります観光案内所で受付をしておりますので、その2カ所で貸し出しを行っております。わかりました。本日はお話ありがとうございました。ありがとうございました。では早速私もレンタサイクルやってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあお借りします。大丈夫だ。なんかバキバキ言ってますよね。いや、うわっ、マジ届かないっす。やば。先にこうついちゃった方がいいのか。行きますよ。怖っ。やばいよ、これ。いい島。行くよ。はい。難しい。山崎さん、行けてるくないですか？怖い。マジ怖い。無理って。行けんじゃない？曲がります？大丈夫。飯島がうるさすぎるっす。だって怖い。せーの。よいしょ。いただきます。よいしょ。あ、ごめんね、カメラが選んだパン食べてた。
うん、おいしい。ごちそうさまでした。うん、まだ車が行ってないんですよ。これで三ツ崎まで行く？それもまあまあ辛いですけど。え、どこで撮るんですか？わかんない。ズボン下がってる。飯島、足をつる事件。左足。これまで右足つった。そう、左足。ちょっとコメント。痛いです。足つったそうです。終わり。とても楽しかったです。すごい疲れました。もう汗だくだく。スピード出さないでって言ってるのに、スピード出すし、揺らさないでって言ってるのに揺らすし、すごい楽しかったです。そうね、先輩後輩のね、絆が深まったのかなって。そう。これを今後の仕事に生かしていきたいと思います。はい。あと今回は稜線方面回ったので、次回柳川飯島前を運転するの巻でお会いしましょう。バイバイ。嫌です。